これあげるから。無理。めっちゃいっぱいある。欲しい？うなずいたの？あのね、でも生肉はダメらしいから。あ、そうなんだ。一回茹でて、うん、で、1日のご飯の量の 50% ぐらいの重さまでしか食べちゃいけないみたいだから、うん、まあ、今日は200ちょいね、うん、めっちゃあるよ。 200g ちょいを測ってあげるからな。ちょっと待っててな。じゃあよかったね。めっちゃ見るじゃん。一生懸命見てるの。ああ、よし、できたよ。十分冷ましたからな。はい、鶏こんだけしか食べさせられない。ビヨン。ちなみに骨は、鶏の骨は危ないらしいから。ああ、刺さっちゃって。そうそうそう、食べても大丈夫らしいんだけどね。だから今日はあげないけど、もうちょっと大きくなったらな、ちょっとだけあげるから。待てだよ。何して待ちきれないの。待てだよ。すごい勢いで食べてるね。美味しいな、シャン。美味しい？ちなみにこのために朝ごはんちょっとしかあげてないから。あ、そうなんだ。だからめちゃくちゃお腹空いてると。綺麗に食べたね。ごちそうかな？ないよ。ねえ、ないよ。もうないよ。ないって。はい、ごちそうさま。ちょっと。